はい、毎日学習会の林です。合格者の村田です。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。これは立命館大学の栄養入試で、食マネジメント学部プレゼンテーション方式入学試験要項ってことでやっていければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。いや多いね。なんか立命館大学今日朝からやってますけど、夕方ぐらいまで帰りそうだなっていう感じがしてて、本当に多いなという感じがしますけれども、食マネジメント学部プレゼンテーション方式ってことでやっていければなと思います。アドミッションポリシーいろいろ書いてますけど、出願資格として言うと、熱望し強い学習動機を持って課題発見課題解決ができるとかってこと書いてあって、それで別に浪人現役とかっていうところに関しては制約はないですね。朝鮮学校とかの方もおそらく受けれます。で、いわゆる英語の資格とか、あとはその例えば内申とかそういったものの制約ってないので、そこは一通り全然大丈夫っていう風な形です。で、一通り見ていくと、エントリーシートの A 欄が、食マネジメント学部を志望した理由を書いてください。 B 欄が、食マネジメント学部を、で学んだことをどういう風に社会に生かして活躍したいかっていうところで、なかなかね、大変ですけど、志望理由も、別にどういうふうに活躍したいかって思うテンプレがあるので、それに合わせて最初例えばだからそれぞれ1センチ書くとして、その1センチずつ何もないところから書くっていうのはすごい難しいと思うんですけど、ある程度テンプレに沿ってその1要素50文字ぐらいで20部門問題答えてもらって、それをベースに書いていくとかそういう形になりますから、そういうふうな形であればある程度志望理由とかも書いていけるのかなというふうに思ったりはします。で、課題論文がこれが、食50億人、90億人が食べていくためにってことで、これが本があって、それに関して、本の内容を紹介する文章を書いてくださいとか、2つの章を選んで、その興味を持った点と自分の考えをまとめてくださいということで、これが600字以内で2つで、1200で、あとは食マネジメント学部を、で勉強したいことを本書の内容に関連付けて書いてください。400字ってことで、合計で合わせると2000字ですか。2000字書くっていうのは大変だなっていうふうに思ってて、その2000字をしっかりこう書き切んなきゃいけないんで、そこは結構難しいところではあるかなとは思います。で、いろいろその考えなきゃいけないところってやっぱりあると思うんですけど、そのこういう課題論文みたいなものを書くときに、村田さんなりに気をつけたことってありますか？そうですね、やっぱり言ってることが矛盾しないようにってことはもちろんですし、そうです、自分の書きたい内容をちゃんとその中に書くっていうのと、伝えるように書かなきゃいけないので、自分がこう話したいことだけじゃなくてどうやったら伝わりやすいかとか、そういうのも考える必要があると思うんですよ。そうですね、そこの部分って多分すごく大事で、その結局それが伝わらないような形で書いてしまうと、なかなかこううまくいかなくなってしまうと思うので、やっぱりこう伝わるような形で書かなきゃいけない。じゃあ伝わるような形で書くどういうことかっていうと、その自分の中での認識っていうのと相手の中での認識っていうのを揃えなきゃいけないんですよ。その自分が分かっていることはもう相手も分かっているだろうと思って書かなかったりすることっていうのが結構実際こういうのやってると多いんですけれども、そういうふうになってしまうと結構きつかったりするので、そういうふうにならないように書いていくっていうところは非常に大事なことで、それはちょっとやっていかなきゃいけないところかなとは思います。そんなところかな。あとは多分特段言うべきことはないんですけれども、ちょっとそこの部分はやってみていただければなと思うので、よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね、気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。